今日は泉佐野市にある犬鳴山に行ってみます。 JR 日根野駅からバスに乗って犬鳴山に向かいます。バスの本数が少ないので行き帰りともバスの時刻表を調べておくことをお勧めします。11時15分に歩き始めました。
堂にお参りした後は、この階段を上って五本松の展望台のある場所まで行きます。しばらく舗装路が続きます。お腹が空いたので家から作ってきた卵サンドを食べながら歩きました。コースは車の通る道をショートカットしながら進みます。結構単調な道で、登っても登ってもなかなか着きません。五本松に到着しました。展望台に向かってみましたが、この日は閉まっていて展望台に登ることができませんでした。帰りのバスの時間も決まっているので、急いで降りることにしました。なんとか温泉に入る時間も取れたので、よかったです。今回もいいハイキングになりました。ご視聴ありがとうございました。